はい、どうも、あさぎチャンネルです。さっきの嘘つきの動画見てくれました、古田くん？いやー、まあ、なんですかね、あさぎチャンネル史上初と言っていいほどの大暴露でしたね。俺、多分この動画ずっと見続けて、あんなに面白い動画を初めて見た。マジで、あれはまあまあやりすぎっちゃやりすぎだけど、自己取得っちゃ自己取得だし、あれはちょっと言い過ぎだよね、あの子。まあねえ、何、自分で撒いた種だから致し方ねえと言うべきなのか。あ、まあね、あ、だから結局自己取得だよね。嘘つきは良くないしね。嘘つきは良くないね。なんかよく分かんないけど、俺また疑われたしね、彼のせいで。前回10時だかそこらに終わってんのに。あー、さっきね。そうそうそう、嫌になるな、本当に。で、ちょっと前に終わったよって言ったら、お前ちょっと前っていつ？2時間ぐらい前かって。誰々だったら2時間前だったとして、バカ言え、5分前ぐらいだわっつって。なるほど。みんな俺がね、そんな嘘ついてどうするだっつって。いや、でもそういうのの改善ってどうしていけばいいと思う？え、まあ嘘は良くないよって教えてあげた方がいいと思いますね。多分それね、何十回もトライしてんだよ。いや、まあしょうがない、嘘つくやつはずっと嘘つくだもんね。ちょっとまあとりあえず動画見て痛い目でも見ればいいんじゃないですか。あれは晒しすぎな気がするけど。ちょっと言い過ぎだよね。で、しかもなおかつそれを YouTube に載っけちゃうあたりが、そう、まあ、ちょっとあれは相変わらず気違いだなって思ったけど。でもみんな今回は社長悪くないと、嘘ついた方が悪いし、やっちゃいけないことはやっちゃダメだしっていうのをコメント欄に書いてあったもんで、ちょっとホッとした。おーろ、つか1分長すぎん？じゃあ、もうね、なんかコメントがね、欲しくてさ、ちょっと長くしちゃったもん。あのね、その場合は横にした方がいいですよ。あれ、今回ね、あの動画あったじゃん、社長縦だったからさ。あ、別に縦でもいいんだと思って。縦でもいいけど、横にした時枠小さいから横にしてっつってた、ロング撮る時は。あ、なので、しんぼさんが間違えて縦で撮っちゃったから。ああ、そういうこと？うん。ああ、なるほどね。そう、そんな感じです。まあこれ、ボツだけど、この動画。ボツにしたくないよ、でも。まあそのままトライしていいか。うん。5分以内だったら LINE で送れるから。ああ、なるほどね。そう。いやー、でも、まあね、まあいろんなね、賛否両論的なものがあると思いますけど。そう、でもケツの方さ、あの子がさ、なんか、よくわからん、なんとか王とかって言ってたけど、あれいらんくね？別に。あれ別にいらんかったよね。なんとか王？マチオとかさ。ああ、あれいらんかったよね。なんで俺そんな急にさ、なんかディスられた、いきなり振られたね。うん、あの動画にあれ必要だった？もうなんだろうな、日常的にああいう運転をしてるのって聞いて、なんかいきなり全然なんか違う話してたからね。そう、まあどうでもいいよ。まあね、もう俺正直何も関係ないからさ。何も振られてないし、俺ノータッチだからな、ここは。うん、相変わらず光くんの独断のああいうのだからね。でも俺絶対事故ったって思ったんよ、あの時。だって後ろ走っててさ、まあ1台車挟んでたんだけどさ、でもさ、急にさ、あんだけぴったりついてた松浦さんがさ、消えたんだよ。何かなと思ってさ、ちょっとなんか気になっちゃったもんでさ、古田のとこ電話したら、やっぱり事故ってた。だって俺だって光くんから叩き起こされた。松浦さんがさ、でその後まっちゃんから、はあ、なんで今日こんなに電話来る日なのつって、俺もうちょっとおとなしくね、のんびりしてただけんつって思いながら、あの7時半ぐらいまであれさ、そうゴロゴロできた日、なんでそんなわちゃわちゃさせられるのつって、いやー、ちょっと面白かったね、あの時は。マジクソ笑ったよ俺。でこの動画じゃん、あの動画じゃん。あれは腹抱えて笑うよね。あれはもう、いや本人からしたら顔面蒼白よ。うん、多分。やっべ、マジかってなってんだろう。あいつやりやがったっつって。でもそのリアクションを見たい、俺は。生で。でもそういうのは家で見てると思います。見た瞬間見たい。多分神さんが言うと思います。あんたちょっとっどういうことつって。やばいよ、これ。つって。やばいよ、これはやばいよね。じゃあ、この辺で聞きます。はい、お疲れ様です。はい。